18日、日本時間19日、ロッキーズ9月11日、ドジャース、デンバー。ドジャースの大谷翔平選手、29、は中堅バックスクリーンに今季メジャー最長飛距離の20号ソロを放つなど5打数2安打、2打点。試合も5点を追う9回に一挙7得点の大逆転勝利を収めた。大谷翔平とデコピンがコラボしたボブルヘッド人形、写真。 6回先頭の第3打席、大谷が内角135キロのスライダーを捉えた打球は、415フィート、約126メートルと記された中堅フェンスを悠々オーバー。飛距離476フィート、約145メートルは今季メジャー最長で、オズナ・ブレーブスと並ぶリーグ最多の一発となった。このの日は大谷の愛犬 デコピンの1歳の誕生日とみられ、大谷はインスタグラムを更新。王冠をかぶったデコピンの横に、1のろうそくが乗ったケーキのぬいぐるみが鎮座する写真などをインスタグラムで紹介した。大リーグ公式サイトは、XQTwitter で、大谷翔平の愛犬、リコイ、英語名が1歳の誕生日をお祝いと、目がうるうるする英文字を添えて報じた。 世界最大のスポーツ誌、米スポーツイラストレーテッドも、今日は球界で最も有名な犬にとって大きな一日になった。というのも、この日は誕生日に加え、ドジャースは大谷とデコピンがコラボするボブルヘッド人形が8月28日のオリオールズ戦で先着ファンに配布されると発表した。デコピンの犬種はオランダ産のコーイケルホンディエで、ダッチディーコイスパニエル。 とも呼ばれることから英語名のリコイが名付けられたとみられる。